今日のメッセージは、英語を話すときはこのメンタルを大切にしてくださいっていうことなんだね。Alright, thank you so much for checking out Chris's Room、ね、この番組ではね、本当に自分が大好きなことで生きていく、自由に生きるためっていうところをついてね、いつも話してるんだけど、今日のトピックは英語なの。で、なんで英語が大切なのかっていうとね、実はね、日本っていうのは素晴らしいお国で、で、世界が日本から学べることがいっぱいあるんだよね。でも日本人が海外に行くときにちょっと緊張してて英語喋れないなって言ったら、このグローバルコミュニケーションみたいなのがうまくいかないと僕は本当に思うんだよね。だからみんなに本当に気軽に英語を話せるようになってもらいたいっていうのが僕のインテンションです。 Alright、 でね、この英語を話すときメンタルを整えることっていうのがものすごい大切なんですよ、ね、これ甘いもんじゃないのよ。これはね、きちっとやってきて、慣れるまではぜひきちっとやっていただきたいんですよ。ですると英語は実際にもう使って話せるようになるのね。で、どういうことかっていうと、ペラペラになるんですかっていうと、まあ、ペラペラになりたいんだったらペラペラになればいいと思うんだけど、僕ペラペラにならなくても英語って話せるのよ、ね、なぜかっていうと、人と人の脳のコミュニケーションだから、ね、で、大切なポイント、ね、この英語を学ぼう、英語を話したいなって思ってる人に、最初のポイントはね、あなたはいつどこでどのように英語を使う、この質問なのよ。あなたはどこでいつ誰とどのように英語を使う、ね、ここすごい重要なのね。で、例えばあなたはね、英語で弁護士になるためにハーバードで勉強してる？ある？またはなんか英語の俳優になるような練習してる？ね、それが英語のニューヨークタイムズのジャーナリストになりたい？そういうレベルで英語を使いたいの？それかオリンピックになるときに、ね、外国人の人がいてなんか道に迷ってたら気軽に「へい、大丈夫？なんか迷ってる、手伝えることあったら手伝うよ、ああそこね、それはそう言ったらいけるのよ」とか、そういう程度で英語を話せるようになりたい。それか海外に旅行行くときにもう気軽になんかレストランの人と気軽に会話したりとか、もう気軽に友達を作ったりとか、その程度でいい。わかる？だから英語でハーバードで弁護士になるっていう英語のスキルっていうのはそーっともう東京タワーみたいに高いわけよ。でも普通に上野にいる外国人の人たちと会話するって言ったら、もう本当にもう中学とか卒業してたら、まあ、中学卒業してなくても多分ほぼ誰でも意外と簡単にできちゃうことなんだよ ね。で、今日のトピックはね、この正直言って英語でハーバードのなんか弁護士になるみたいな人は、まあ、ちょっとこの面白くぜひこのビデオを見ていただきたいのね。これはもうちょっと普通に気軽に英語を話して自由になりたいなっていう人にぜひね、この英語をやるときの2つのチャレンジ、この2つのチャレンジ、マインドのチャレンジさえ、メンタルのチャレンジさえ整えてれば意外と英語ってできちゃうっていうことなんですよね。だから実はね、ちょっとね、 LINE アットですっごいいい質問が来たの。だからこのビデオを作ってるんだけど、最近ちょっとね、 LINE アット復活してるんでね、もし興味があったらぜひ LINE アットクリスで質問していただければいいんですけれども、 お願いします。ね、ポイントはね、メッセージが来てて、それはクリス、ね、いつもビデオありがとう、僕英語全然できないんだよ、ね、どういうふうに英語学びたいんだけど、どういうふうにスタートすればいいっていう質問だったよね。クリスだったらどういうふうにスタートするっていうことなので、僕はまずこうスタートします。Alright? First, you know, どこで英語を使いたいのか、ね、普通に海外旅行に行きたい、外国人の気軽に話したいだったら、このやり方はぴったりです。Alright? So let's check it out. Okay, what's going on with English? Alright? So I think there's three parts with English. 英語には大きく3つの部分があると思うのね。最初の部分は Reading and Writing。Okay? これ読み書きって言うんだよね。これほぼ中学卒業している人はほぼ OK。
普通に外国人と会話したいんだったら、もう中学卒業してたらこの reading writing はもう OK なの。え、OK なの？はい、僕は本当に全然心配しなくていいと思うの。 OK、 じゃあ他の2つの部分があるの。 reading and writing、 the second one is speaking、 right? you have to speak、 right? 英語で話すっていうことなのね。でこの部分は口から出す、自分が発信するっていうスピーキングの部分で、最後の部分がね、listening っていうのがあるんですよ。 listening、 まあこれもね、スピーキングの中に入るんじゃないか、会話でも。これは聞くっていうことなんだよね。で大切なのはこのスピーキングとリスニングは違う部分だっていうことをちょっと頭の中に入れておいてもらいたいんですよ。ね、どういうことかというと、分かりやすく説明すると、僕は今東京アクセントで話してるわけよ。でもしあなたがなんかすっごい新潟の、まあ、新潟分かんないけど、なんかすっごい日本の独特の超アクセント持ってて、クリスなんかなんかよく分かんないけどさ、あ、クリス兄ちゃんが言ってること分からへんねえねえなんかなんとんだんやとか言ってきたら、日本語なんだけど分かんないじゃん。僕が言ってることはその人には分かるけど、その日本語のアクセントだったら僕は分からないでしょ。同じような感覚でね、英語っていうのはいっぱいアクセントがあるの。ブリティッシュアクセント、オーストラリアンアクセント、スコティッシュアクセント。スコティッシュアクセントなんて正直誰も分かんないと思うよ、ね。まあ、そういうことなんだけど、ポイントはね、じゃあどこからスタートすればいい、right? We got reading and writingOkay, we have speaking and we have listening. どこからスタートすればいいと思います？ ね、 ね、ここで、まあ、さっきねちょっと答え言っちゃったんだけど、 reading and writing は本当に心配しなくていいと思うよ。もうあの趣味の程度で好きだったらやってっていう感じ。 Okay, 本当に人と会話してる時に英語の文章がちょっと間違ってても何の問題も起こんないから ね、 ね。でもハーバードで英語の弁護士になるとき、読み書きができなかったらめっちゃでっかい問題が起こります。それはね、自分のマインドを使って判断してください。 Alright, now what we have, we can get rid of reading and writing. We have speaking and listening. Okay, でここでちょっと心理学を使ってどっちを優先順位するべきかって考えてみようぜ。 Alright, 心理学を使うとき、一つね、すっごい大切なポイント、僕が学んだのは、その何について恐怖を感じているかっていうことなんだよね。結論的に言うと、恐怖が出てくるときはなんか嘘が入ってるときに恐怖が出てくるんだよね。真実じゃないこと、怖い嘘とか怖いこと、結局恐怖って本当に嘘がいっぱいあると僕は個人的に思うんだよね。で英語を使ってるときにいつ恐怖が現れますかっていうことなんだよ、ね。でこの恐怖が現れたら、あなたの会話能力がどのぐらい下がりますかっていうことなのよ。あれね、OK、 じゃあちょっとね、スピーキングから言ってみましょうよ。英語で話してる時に、あ、やべえ、俺のアクセント合ってるかな、あ、 R が言えねえ、なんかプライオリティ、プライオリティ、あ、やべえとか、外国人と話してる時にプライオリティ、プライオリティって3回言ったらストレスになると思う？まあ、正直言って普通の人はめっちゃストレスになると思うんだよね。やばい、私英語アクセント何も言ってない、あ、からわれる、やばい、からかわ、なんちゅう、からかわれるかもとか、ね、差別されるかもとか、なめられるかも、笑われるかもとか、ね、心配しちゃうよね。自分が正しく英語言えてないんだって思っちゃうと、そりゃそうだよな、ね。でその恐怖が現れた時にあなたの自信はどうなる？パンって減るよね。ああ、若が会話できない、ああうまくいってない、やあどうしよう、黙っとこうとか、それが起きた時に自分の会話の ability、right? your ability to speak English、 会話の能力がどのぐらい下がると思う？めっちゃ下がるやん。下がるよね、そりゃ下がるよね、いや怖いよって思ってたら、英語話せる、いやいや私無理ですってなるよね。ちょうど下がるっていうことなんだよ。 OKOK、right. なのでスピーキングをやっている時になんか変な恐怖が出てくると、アクセントが合ってないかもっていうのが出てくると、自分の英語の話す能力がめっちゃ下がるっていうことは分かりました。
OK、じゃあリスニングはどうだろう。この最後もね、やらないといけないからな。ね、例えば外国人と話してて、Hey, can you tell me what time it is? って言われた、あ、今僕が言ったこと分かった人、はい、LIKE ボタンを押してください。おお、ずるいね。ごめん。チャラい。こういうのをせこいって言うんだよ、クリス。はい、すいません。でも可愛かったよね。はい、ごめんね。Alright, Hey, man, can you tell me what time it is? Right? ね、すいません。今ちょっと時間教えてくれないかなって僕英語で言ったんだけど、それ分かった人いる ?OK。この程度の恐怖を英語で自分が今度すいません時間教えてくださいって言う時の恐怖と比べるとどっちの方が高いと思う？スピーキングの方が僕は高いと思うね。普通の人の場合だったらスピーキングの方が緊張するわけよ。英語聞こえなくて、いやーやべえ聞こえないよ、どうしよう、もう帰りたいよ、本当に何言ってるのか分かんないっていう、まあ、本当にね、なんかね、大学生で日本英語があんまり話せない大学生が英語の大学に行ってなんかクラスを受けないといけないって言ったらあーってなるのは分かるんだけど、普通の道のところで会話しててね、話しててなんかね、なんか老人の外国人が上野に来て、また京都にいて、なんか夫婦で Oh, Japan is so beautiful って言ってさ、ね、ニコニコしてる外国人の人たちが、ね、時間教えてくれるって言って、あーって緊張するかって言ったら、あ、ごめんちょっとわからないんですけど、もう一回ゆっくり教えてくれませんか。 I'm so sorry, I don't understand, can you please let me know one more time とか何でもいいわけよね。 One more time, please、ね、なのでこの変な恐怖が入ってくると自分の英語能力がガッて緊張して低くなっちゃうわけよ。でこれはリーディングでライティングで来るかって言ったら、まあ、リーディングライティングの場合は正直言って Google 通訳さんとかあるからそこまで緊張しないと思うんだよな、ね、リスニングで緊張するかって言ったらもちろん緊張すると思うけどね、ある程度は。でもスピーキングはどうって言ったらめっちゃくちゃ緊張するんだよ。なのでクリス、英語俺できないんだけど、クリス兄ちゃんだったらどこからスタートするみたいな何だったんだけど、俺だったらスピーキングのメンタルの部分から始めるぜ。始まるよ。ね。And I didn't say start with your accent.僕は英語のアクセントを直すところからスタートしようぜって言わなかったわけよ。僕が言ったのは英語を話す時のメンタルのことにフォーカスするよって言ったのね。どういうことかっていうと、英語っていうのは、ね、正直言って申し訳ないんだけどね、下手なアクセントで言っても相手は分かっちゃうんだよ。で僕のおすすめはサムライアクセントで十分、超かっこいいというのは僕は超かっこいいと思うの、ね、サムライアクセントっていうのはジャパニーズアクセントなんだよ、ね、メキシコの人たちが英語を話すとメキシコアクセントってつくのよ。中国の人たちが英語を話すと中国アクセントっていうのがつくのよ。ノルウェーの人たちが英語を話すとノルウェージャンアクセントっていうのがつくのよ。なんで日本人が英語を話すとジャパニーズアクセントってついちゃダメなの？なんでそれを直さないといけないの？なんでそれを直さないで話したら緊張しないといけないの？ねえ。ねえ。堂々とかっこよく渡辺謙みたいに I am a samurai. This is sake. This is sushi. This is karaoke. I like English people. Thank you for coming to Japan very much. I really appreciate it. 言ってもいいわけよ。なんでそこを I really appreciate it って。だってこれ下の筋肉をもう日本語で育ってるわけでしょ。これを、ね、10代後半、20代、30代、40代、50代、60代、70代、80代でネイティブみたいに筋肉の覚えを変えるっていうのは、これ趣味でやればいいんじゃない？やりたいんだったら、その夢みたいなのがあったら。これなんか僕のビデオの毎回のテーマになってるんだけど、ね、だからそれ理解するよね、わかるよね。
ね、中国人だったら Hey, thank you! $50, $50! Ah, you good looking! とか言ってそうやってもう全然ビジネスもできるわけよ。それで会話できるわけよ。Alright? なので真実はそこまで英語のアクセント、ジャパニーズアクセントでもいいわけよ。Alright? じゃあどうやってスタートするの、クリスって。あのね、英語で外国の人とか日本の人でもいいんだけど、誰かと話すとき、ジャパニーズアクセントでもいいんだけど、英語で話すときに緊張したら、今緊張してるなって自分に言ってもらいたい。そこからスタートしてもらいたい。緊張している自分に気づくと、緊張してるときはしょうがないのよ、緊張してるから。でも気づいてると、緊張の会話が終わった後に、ふわー緊張してたなーとか自分で言えるわけよ。で、今度緊張しないようにやってみようとか。で、2回目やるじゃん。2回もまだ緊張してるんだけど、あーこの緊張を外せない、もう毎回緊張しちゃうんだよねって、緊張しなくていいのにって。で、3回目4回目、これ6回目7回目8回目ぐらいに、ある日パーンって言って、あ、俺緊張しなくて行ってみようっていうわけよ、ね。普通はね、I really appreciate you coming over to Japan or なんか I really appreciate you coming to Japan みたいな感じでわーってなってるのを、ちょっと思いっきりさ、 I really appreciate you coming to Japan, thank you みたいな感じで言ってみたら、意外とうまく通っちゃって、あ、よかったみたいなことが起こるのね。ね、これは実際にやらないとわからないんだけど、これが僕はが英語、日本人で英語スタートするんだったら、まずナンバーワンのところにスタートすると思います、ね。で、もちろんリスニングもね、めちゃくちゃぜひみんなにやってもらいたい。それは YouTube チャンネルで好きなチャンネルを見つけたら、もう字幕、英語の字幕で聞くことで、今度は僕ネットフリが大好きなんで、ネットフリのドキュメンタリーとかめっちゃいいのあるんで、今度別のビデオを作ります。クリスの英語で見るおすすめビデオみたいな、で、僕が大好きなチャンネルとかも英語のもあるんで、それも今度紹介するね。Alright, you guys, thank you so much. And if you have any question, you know, I really want to help with your English. ね、本当に日本のいる人たちが英語を気軽に話せるようになってもらいたいから、本当に英語についての質問もあったら、ぜひLINE とかで教えていただければ、 LINE のリンクどっかに貼っときますので。 Alright, you guys, thank you so much. I love you guys. And I will see you next week. ありがとう。